いやー、久保哲郎、せこいっすね。<laughs> 一番元締め、久保哲郎っすね。<laughs> 元締めく、久保哲郎じゃないですけど。まあね、あのー、アイディア次第、考え方次第でいくらでもできますからね。だから、なんすかね、ウォーターサーバーをどう売るのかっていう、これもね、久保さんが前言ってましたけど、あのー、売り方次第では、古速な、せこい稼ぎ方がウォーターサーバーでもいっぱいできるみたいなね。<laughs> 現地調査、なんか調査してますみたいな。<laughs> とりあえず置かしてくれみ水の調査です。<laughs> せっこいですね。<laughs> まああの、なんですかね。せこく稼ぐが勝ちにしときましょうか。せこく、せこく稼ぐが勝ちにしときましょうか。せこく、せこ、せこく稼ぐが勝ち。これにしてましょう。せこく稼ぐが勝ち。 なんか、堀江さんがね、昔、稼ぐか勝ちみたいななんか、本ありましたけど。まあ、稼ぎ方って色々あるんで、あの、なんだ。うん。まあ、どんな稼ぎ方しても、なんすかね、あの、お金の色はないので。だネットで稼ぐ方が、毎日8時間働いて稼ぐ方が、お金には変わらないんですよね。だこの前ね、僕、あの、その感想動画を撮ったんですよ。 で感想動画を撮って200円ぐらいあの報酬上がってるんですけど、YouTube の。感想ですね <laughs>。動画見て感想して言って。なそれ800回ぐらい回ってるんですけど、な報酬が200円ぐらいになってましたねそう。で、チャンネル登録も1人ありまして、それ <laughs>。いい稼ぎ方ですね。感想を言うだけっていうね。アンケートに答えるだけでみたいなね話ですよね <laughs>。僕なんかね、動画いくらでも撮れるんで、 何かの感想をひたすら取ればいいんじゃないかみたいな <laughs> か。せこいっすね。感想ですからね、単純著作権、なんかね、そうそう。あのー、映画の、まあこれ裁判でもう判決が出て、5億円の裁判の、5億裁判。判決。えっとね、映画。YouTube だったかな。 うん、ファスト映画か、ファスト映画で、無断映画をこう、なんだ、要は、まあ、映画の部位を切り取って、10分にまとめてこういう風にやるみたいなあの動画を投稿してた人が、なんかその、なんすか、あの映画会社からこうあの裁判を起こされて、こう判決が出て5億円らしいんですよ。まあ、感想言っとけばよかったんじゃないかたみたいな。<laughs> 感想。 感想は著作権もクソもないと思うんですけどいかがですかね感想 <laughs> うんそう,こうファスト映画無断公開投稿者に5億円ですねこれ1ヶ月前かもう,う,そう東京地裁うんうアイディア次第ですねいってらっしゃい